やあみんな、すまない先生だ。ということで今回は、12月1日にアップデートされた、マインクラフトバージョン 1.18 の新要素を大きく分けてね、4つ紹介していきたいと思う。でね、今回はこれらの要素を紹介しつつ、エンダードラゴンをね、最終的に討伐していきたいと思う。それではね、早速新しい要素を見ていこう。まずはね、新しい山岳バイオーム。実はこれ、もう新しい山岳バイオームなんだよね。今このエリアは、雪ブロックに大量の木が生えてるでしょ？これね、林っていう新しいバイオームなんだよね。でね、今回追加された山岳バイオームは、この林に加えて、尖った山頂、凍った山頂、石だらけの山頂、雪の斜面、草地っていう感じでね、6つ新しい山岳バイオームが追加されてるんだよね。でね、ちょっとこれから個人的に気になってる石だらけの山頂っていうところをね、行ってみたいから探していく。ひとまず木材を回収して、作業台を使って、はい、木のね、スーパーピッケルを作っていく。ちなみにこれは今回のアップデートとは関係ないからね。それではね、石だらけの山頂を探していくんだけど、あー、やっぱり林新しいね。雪ブロックに木が、あ、待って、あ、キツネさんがいるね。林の山岳バイオームには、キツネさんが出現するっぽいね。ちょっと上げてみよう。これ取ってくれるかな？あ、食べた食べた。さあ、だいぶ移動してきたけど、ん？あ、これ、これあれだよね。新しい山岳バイオーム。これはね、雪の斜面ってやつだね。いやー、今回のアップデートでね、かなりワールドが広がった。そりゃね、早速雪の斜面登ってくんだけど、あー、綺麗だね。新雪がたくさんある。雪の斜面の中身は、あ、普通の石だね。何か特別なものがあるわけではない。でね、ちょっとバイオームとはね、関係ないことなんだけど、今回から新しく追加された要素で、はい、今まではね、Y 座標を256までしかブロックを積み上げられなかったんだけど、今回からね、プラス64個積み上げられるようになってるんだよね。つまり、今回のアップデートで限界高度は319になってるはず。さあ、めちゃくちゃ積み上げて、あ、待って、そうそう来るよ。来るよ、来るよ、来るよ、来るよ。はい、来た！限界高度は319ですっていうね、表記が出たから、これ以上はブロック積み上げられないね。はい、それではね、降りていこう。確かこの下は海だったから大丈夫なはず。オッケー！進まない！オッケー！一旦寝てからね、はい、このね、石だらけの山頂、ここ来たかったんだよね。おはー、すごい！めちゃくちゃ高いところに石が大量にある。結構ね、高い高度なんだけど、はい、こうやってね、鉄鉱石が見つかると。あ、ヤギさんがいるね。前回のアップデートでね、追加されてはいたんだけど、今回みたいに大きな山はそんななかったから、会えなかったんだよね。というわけでね、まず一つ目の山岳バイオームについての紹介は以上だ。続いてはね、鍾乳洞。これを紹介していきたいと思う。でね、鍾乳洞は洞窟の中にあるから、ひとまずね、このスーパーピッケルを使って、穴を掘ってね、鍾乳洞を見つけていきたい。洞窟に着いたぞ。ん？ここは、すごいね。アップデートでね、めちゃくちゃ洞窟が広くなってる。前はね、こんな大きな洞窟がね、生成されることはまずなかった。はい、それではね、一旦鉄の装備を揃えて、洞窟を探検していこう。おー、待って、広い！広すぎる！これは、前のバージョンにはなかった要素だね。山岳バイオームだから、エメラルドをゲッチュ。とついたね。これが今回追加された、二つ目の要素、鍾乳洞だね。前のバージョンから追加されてはいたんだけど、こうやってね、鍾乳石ブロックとか、ドリップストーンが大量にあるエリアはなかったんだよね。いやー、これでね、前より、ドリップストーンがね、大量に手に入る。それはね、さっき作った鉄のスーパーピッケルで、お、待って、ダイヤモンド出てきた。鍾乳石の中からダイヤモンド。すまない。あー、なるほどね。ここら辺一帯は、ほとんどね、鍾乳洞だ。全部鍾乳洞。いやー、ちょっとね、今回のアップデートでね、洞窟進化しすぎてるね。はい、それではね、三つ目に紹介していく要素は、これ。はい。ハンモした洞窟。いやー、これね、ドリップリーフとかって、前はね、ゲットするの超大変だったんだけど、今度からこのハンモした洞窟に来れば、簡単に手に入る。あ、しかもこれ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 。このね、苔ブロック。これも昔はね、ゲットするの大変だったんだけど、新しく追加されたね、このハンモした洞窟に来れば、簡単に苔ブロックもゲットできる。でね、もちろんこの開花した土ってやつも、簡単に手に入る。いやー、てかね、このハンモした洞窟なんだけど、今の一部分じゃなくて、ほら、かなり広がってるんだよね。いやー、なんかね、これめちゃくちゃ見栄えがいい洞窟だね。おわー、すごいね、これ。めちゃくちゃね、グローベリーがね、上にある。
ナイスブレイク、オッケー、いいね。これでね、グローベリーを大量にゲット。でね、この反応した洞窟なんだけど、見て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 、ウーパールーパー2匹いるでしょ。実はね、今回のアップデートから、ウーパールーパーは、この反応した洞窟でしか出現しなくなったんだよね。まあでもね、その分、この反応した洞窟を見つけたら、簡単にウーパールーパーが見つかる。ナイスブレイク、オッケー、ウーパールーパーゲット。もうウーパールーパーはね、普通の地上とかには出現しないから、気をつけてね。さあ、かわいそうだから、一旦逃がしてあげると。はい、そしたらね、最後はね、新双眼だね。昔はね、Y 座標0以下っていけなかったんだけど、今ね、Y 座標マイナス14っていうところにいるんだよね。今回のアップデートから、Y 座標ね、マイナス64まで加工することができるようになった。で、それに加えて、今回 Y 座標0未満になると、もう普通のね、石ブロックは生成されず、全部こうやって、深層岩の石になるんだよね。だから下の洞窟は、こうやってね、真っ黒なんだよね。さあ、広すぎるね。地上は山岳バイオームの追加で、かなりすごいことになったけど、これ、洞窟の方がすごいな。あっと、これは廃校だね。廃校もね、前に比べてかなりがっちり作られるようになった。あ、てか、これがあるからね、木材も回収できる。はい、ということでね、今4つのね、新要素を紹介したから、あとはマグマを見つけて、ネザーに行く。こっからはね、いつも通りエンドラ討伐の流れだね。さーて、どこまで掘っていいのかといったところだけど、ん?これは、あ!ガンバーをくり抜いてしまった。ってことは、あそこがね、Y 座標をマイナス64だね。さーって、マグマ溜まりを発見。ネザーに行くためにね、黒曜石を回収しよう。黒曜石を回収。もう一丁回収。これすべて、あ、待って、ちょ、ダイヤモンド、ダイヤモンド、ダイヤモンドはいただきたい。オッケー、回収していく。それではね、手に入れた黒曜石で、はい、ネザーゲートを作っていく。すまない。さあ、ネザーに到着したからね、今からエンダードラゴンと戦う準備をする。と、その前にね、ちょっとダイヤモンド装備が揃ったから、はい、ダイヤモンド装備式ね、これを作っていく。さーって、ネザー要塞は、あったあったあった、オッケー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 、ここを見つけたから、あとはね、ブレイズを倒すだけ。石のスーパーピッキルを使って、ネザー要塞に侵入。ブレイズを見つけたから、今からこいつらを倒して、ブレイズロットを8個手に入れる。なあ、すまないすまない、オッケー、ちょっと危なかったね。ブレイズロットがね、一通り集まったから、ピグリンにキーインゴットをあげて、エンダーパールをもらう。はい、それではね、エンダーパールとブレイズパウダーを合体させて、このね、エンダーアイが完成。もうね、エンダードラゴンと戦う準備はできたんだけど、今持ってるこのスーパーピッケルシリーズ、これのね、ネザーライト版が欲しいから、一旦地下を掘って、古代の残骸を集めていく。スーパーネザーライトピッケル完成。これ、めちゃくちゃ長くない？これ、やばいでしょ。でね、このスーパーネザライトピッキルの能力なんだけど、普通に掘れるだけじゃなくて、はい、攻撃力がね、プラス100ということで、もう、ダイヤモンドの剣の、そうだな、約14倍の攻撃力。それではね、このスーパーネザライトの面足を使って、今からね、エンダードラゴンを倒していく。地上に出たね、ここは、あ、待って、ここもね、新しいバイオームっぽい。あ、すまない。さーって、エンダーアイを飛ばしてと。エンド要塞の位置を探してくんだけど、あ、待って、ここの下あるよね。ナスバライ、スバライ。さあ、エンダーアイがね、入ってったから、スーパーピッケルを使って、ひたすら掘っていく。この下にエンド要塞があるはず。やーばいね、かなりブロックが溜まってきたと思ったら、え、待って。あ、洞窟に出た。さらに、下にはちゃんとエンド要塞あるね。一瞬ね、ちょっとバイオームが変わってるから、ないかと思った。スバライ。結構探したけど、あった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 。エンドポータルあったね。さあ、これでね、エンダードラゴンと戦う準備は整った。それではね、あとはこうやってね、エンダーアイをはめてと。オッケー、これでね、エンダードラゴンと戦える。ただね、今回はこのね、ネザライトのスーパーピッケルがあるから、簡単に倒せるはず。非常に到達。ここの、エンダードラゴンはね、まだ空飛んでるね。でね、ネザライトのスーパーピッケルは、こんな感じでね、1体倒すと、周りの敵もまとめて倒せるっていうね、追加能力がある。エンダードラゴン降りてきたね。エンダードラゴンが来たら、このね、スーパーネザライトの面して、つまない、つまない、やばい、威力がやばいけど、ちょっと待って、すぐ吹っ飛ばされた。いやー、ちょっと待って、エンダードラゴンがね、なかなか降りてこない。降りてこないと攻撃できないんだよな。あと一発当てれば多分勝てるんだけど、長いね、飛んでる時間。あ、来た、ついに来た。さあ、エンダードラゴン降りてきたから、これね、接近して、スーパーネザライトの面して、攻撃すれば勝てる。なあ、ストライク、ストライク、オッケー、いいねー。エンダードラゴンをね、無事撃破。
いやー、てかね、新しいマインクラフトバージョン 1.18 ね、かなり楽しいね。なんかね、ワールドを移動してるだけで全然退屈しなかった。はい、ということでね、今回の動画は以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしく。